まあ確認されているということですが、やはりアメリカにとっても非常に強い関心を示しているというか、大事な日米関係の大事な話じゃないかと思います。政府としてある程度決めたということが決まった段階で、公約になった段階で、外交当局のトップとしてですね、きちんとこのトップとして、外交当局と会われて、説明されたいという考えはありますでしょうか。まあ、別に会わなくても説明はきちんとできるというふうに思っております。朝日新聞の倉敷と申します。説明はきちんと尽くしたいというふうに思っていますが、別に会うことが自然ではないというふうに思っています。朝日新聞の倉敷と申します。デンマーに関するその質問なんですが、大臣先ほどのお話で、その政府として その方針は基本的には決まっていて、まあ、いずれ官房長官の方からその発表があるだろうということなんですけれども、その時にどこにするかを決めるとはまた別の話だという説明を自分大臣おっしゃっていまして、まあ、一番国民からすれば、その施設先が最終的にどこになるのかっていうのが最終的な決断だと思うんですけれども、これの見通しっていうのは、この政権の中でその決断がなされる見通しっていうのがあるのかどうか、ここちょっと教えていただけますでしょうか。もちろんどこに行くかということはやがて決めなければいけません。それは当然のことです。次の総理の時の質問の話は何ですか。まあ、私もずっと政府の方針という言い方をこの場でもしていたと思いますが、どこに決めるというのを今決められると考えることを私は考えてはございません。フリーの岩上です。お願いします。北朝鮮の女子サッカーチームの入国の問題についてなんですが、この入国問題で、入国させてくれと要請したと竹村副大臣が入国したというふうな報道が一部であり、そしてその報道に関して、それは事実と違うということを昨日の記者会見で、ご本人が否定されたということを伺っています。昨日ですね、実は金融庁の方の記者会見で、大塚副大臣がその副大臣会議に出席していて、全く一切そういうことは発言はなかったと。この報道は捏造であると強く抗議したいというふうにかなり強い調子でですね、否定されておりました。結構有識問題なのかなというふうに思うんですけれども、内務大臣の方からこの問題についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。私は副大臣会議に出ておりませんので、そこで、どういうやり取りがあったかということは承知をしておりません。いずれにしてもこの問題はサッカー協会がそういった北朝鮮の選手も入れてもらいたいというふうにお考えであれば、その時を提して文部科学省の方でですね、政府の中でよく説明をして、そして果たして制裁の例外足りうるのかどうかということについて、意思決定しなければいけない問題、そういうふうに考えています。それから不安の最後に永遠に分かりますけど、すみません、琉球新報の竹本ですが、先ほどまた戻りますが、抑止力の話にちょっと戻らせていただきますが、なければならないということではないかもしれないが、そのベターなという、選択でというふうにおっしゃられた。沖縄ね、日本には必要です。その沖縄には、沖縄になければならないんじゃないないかもしれないけど、沖縄に置くのはそのベターな方結果ということの意味でおっしゃられたんです。というと、その他のところにも行ってもいいはずなんだけれども、そのいろんな政治的決着とか、そのいろんなファクターも含めてベターな結果として沖縄になっていると、今までなってきたという、そういうこと。今までの議論をしているのではなくて、ご質問が一般的な質問ですから、白地で考えた時のお答えを申し上げたわけです。地理的には沖縄の方が、例えば北海道や例えば本州に沖
よりはですね、おそらくいいという判断があるというふうに思います。その場合、その日本全体の抑止力というのは何に対しての抑止力ということでおっしゃっていらっしゃるんでしょうか。日本全体で抑止力としてちょっと質問は一問にしていただきたいんですが、またお答えします。ですから、まあ、そういう意味でですね、沖縄の方が戦略的な場所から言うとですね、私は優位性があると、そういう視点から見るとですね、それからもう一つは今まであったということですが、これを全部にこそ言うということは相当エネルギーを要することでありますので、まあ、そういう意味でもですね、沖縄というのはより考えられるということであります。もちろん、しかし沖縄にはあまりにも多くの基地がありますから、まあ、そういうことも考えて、これからどうするかということを先ほど言っておくということになります。 J キャストニュースの亀松です。習近平さんの言葉